七条通りは、京都市の主要な東西の通りの一つ、京都府道113号を埋めず東山七条線のほとんどの区間を占める。京都市内の中心部は平安系の七条王子にあたる。東は東大寺通りとの交差点、東山七条が起点。西は、角の王子2を越えて、南に曲がり、桂川に架か,かる、桂大橋東詰めで八条通りと合流する。 西の末端部は山陰街道である。近世においては、現在の7条線本付近が落中、落外の境界であり、そこから七条通りを西に伸ばす形で山陰街道が続いていた。明治末期から大正初期にかけての京都市三大事業によって、東大寺通りから大宮通まで、その後の大正昭和初期の都市計画事業によって、西は西。 王子2までが拡幅され、京都市電が付設された。そのため西王子から西に約700メートル先の大門町バス停付近から道幅が細くなって、角の王子通位勢は京都府道113号部分が拡幅され、府道と分かれる部分から狭くなりなんか、桂大橋の東側や山陰街道の柏原付近では旧街道の面影が残されている。 東山七条付近に、京都国立博物館、三十三県道、地尺院、洋芸院がある。また、カラスマ七条上がるに、東本願寺、堀川七条上がるに、西本願寺がある。千本七条には、京の台所である、京都市中央卸売市場第一市場がある。この付近は、道幅が広く通りに沿って駐車スペースが設けられている。 7条の行政上の発音、表記は七条だが、地元の方言では七条もしくは七条と発音される。芝市の停留所名では、7条を冠したものは、あえて七条と読ませ、社内アナウンスでも七条通りと放送される。一条、四条との間違いを避けるためと説明される。ありがとうございます。